ってましたよ、もう憧れの大先輩。次行きましょうけど、あ、見ました。ほら、これがやっぱり第1回の大会で、これ当時じゃないですか。そうです、ね、当時見合わせてたんですよ。なんでジュニアなの。すげえ同級生に吹けて見合わせてたら、お前ジュニアじゃねえだろ。じゃあ昔から長生きだったの。見えてるあと上に亡くなっちゃった田辺さん、平川君、やっぱり違う。田辺さんって亡くなっちゃった。私は最強じゃないかな。でも当時からメキシコーラの傘はあったんだ。いた当時これ何、これ俺のじゃない。違う、うん、何なんか誰かのボードの上にただ引っ張ってた。バラクーダバラクーダ隣に何、あの矢尻みたいな。富士じゃん、富士。出ましたよ、ナーさん。一言。よろしくお願いします。次行きましょう。じいさん、座ってる。あの、ちょっと、第1回の66年の大会が続くんですけど。あ、ゆうこさん。茅ヶ崎バーベリアンのマスコットで、あの、波ないと僕たち水中に潜って 彼女が立ってる絵を撮らせてた。サーフボードに乗ってる絵撮ったような、何かで潜ってこうやってたことありました。綺麗ですね。今でもまだ保存中だよね。あのちょっと体調崩してるよね。どうこうあれで寝たきりになっちゃった。それで僕はあのこの写真を撮った大山節夫っていう人から聞いたんですけど、このシーンを同じようなシーンを撮って、デーボンパンチって当時あったんですよ、雑誌が。それに載せたのが、その写真を撮ったのが大山、あじゃないや、篠山紀信。そうそうそうです。ね、それ有名だよね。来てた、来てた。本当ですよ。まだペーペーなのですよね。まあペイペイとかついてるんだ。いや、その当時ペイペイ、ペイペイ、せいせい。じゃあ次行きましょう。あ、これはもう本当にドジさん、ちょっと一発。茅ヶ崎茅ヶ崎の海水浴場、ここにあの今見えてるのは、あの今 T バーとか言われるんですけど、パシフィックパークっていうね、あのリゾートホテルウェアラー県さんって言われたりして、その手前の今中海南の砂場が見えて、海水浴場で撮ってきた。あ、これ大山さん撮ったの。これそう、まだ魔法、水割り持ってくるとか言って、ヨーグルトさ、あ、違う、あ、いいけどこれ飛んできたっていうからな。これだ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 じゃないよ。コロナ、コロナね。これ何時？これいいですか、ね？これ何時じゃない？違う。これは違う。中島さん、中島さんじゃない。ただあのこれも僕がチョイスしたんですけど、まあなんかすごい象徴的な茅ヶ崎の、うん、いいですね。それともう一つ、あ、倒れたね。そう流すから、ね。本当にそれはもう無謀だよね。まああの。今ロングボードロングボードって言うけど、本当に僕らはこれしかなくて、もう顔にぶつけたらもうえらいことですから、本当に当時。まあそんなんで、ちょっとこれも好きな写真の一つです。これがやっぱり茅ヶ崎の大会なんですけど、はいはいはい、今日ちょっとあの体調崩して来てないんですけど、あの1って書いてある一番高いところに乗って偉そうにしてるのが長沼和人です。彼が今あの稲村クラシックっていうあの大会のディレクターをやってます。で2位と3位が一緒なんだけど、どうしてなのかちょっと分かんないんだけど、行動上間に合わなかったんだけどそう、マモこの時はどうしてた、落っこっちゃった、負けたと思った。負けた、うん、どの辺で。多分準決勝ぐらいだったもん。あ、やっぱりうまかったもんね、この3人。ないもん、みんな、ね、だいたいかっこ見てかっこいいじゃない。だから俺は辻堂だけど、みんなかっこいいよ。え、みんなかっこいい。
みんなかっこいい。やっぱりカルモニアって感じで、俺は辻堂の天下って感じだから。あのね、この頃長沼和人君から出川もそうだけども、川見行さん、ドジ、俺ライバルで本当戦ったね。ドジがやっぱりね、すごいスタイルが良くて、ミッキーダラみたいな乗り方ってね。で、長沼は本当カルフォルニアのサンタモリカって感じの乗り方で、出川さんはやっぱりパッとターンすると女の人が10人ぐらい後ろ並んじゃうような乗り方で、キレで速くてすごいかっこよかった。河合さんは河合さんで、またね、このものすごいすごい超抜群の乗り方をしてましたから。俺だって次の日体重5キロ落ちた、落ちてみた、そう並んじゃったから。俺新島のダンプだったんで、台風的に河合さんがダンプの50メートルぐらいの波をさ、バーンと元まで抜けてね、来た時には河合さん思い出、覚えてる、50メートルだったじゃん、ダンプでダンプは抜けてって。5メートルだと思いますけど、5メートルもないと思います。これもなかなか本当に、なんだろうな、なんでみんなこういうの気づかないんだろうなっていうぐらいの、僕はもうこういうの大好きなんで、別に俺たちがこの時代にやってたっていうのも、この頃さ、まだトランクス手作りだったよね。かっこいいね。いや、これは一部だに、俺カルフォルニアからハンテ、ああ、それはもらったんだ。あ、そう、俺ね、俺それ聞いたことあるけど、作ってもらった。ドジのこのパンツはどうしたの。作った、自分で、うちのおばちゃんに作った。あ、やだね。俺、長山のこのトランクス、うちのおふくろが塗った。そうだね。あ、そうだね。で、あの雑誌見て、あ、みんなこんなの履きそうだなと思うと、ちょっと違うタイプの作っちゃおうかな。これはまだないな。あのサーファーしかなんか出てると、前出てないやつをちょっともう作ろう。やっぱりね、やってた。人とちょっと色が違ったり。いや、これだから、長沼のうちのおふくろ、まだ99で今生きてるんだけど、縦にストライプが入ってるもんね、すごいよね。今日寄ってくればよかったね。いやいや、いいよ、しゃべる。まあちょっとそれで、あ、出ましたけど先生、これ、河合さん、エベレーター足はどっち。エベレーターでしょ。エベレーター、エベレーター説明したって皆さん分かってないと思うから。長さはやっぱり9フィートちょっとあったのがいい、9、4ぐらいですかね。あったんじゃないの。10フィートはないと思うんですよ。もうテントはなくなってたね。ね、これがロングの最後じゃなかったかな。これからだんだんメーター70ぐらいまで落ちてくるんですけど。これは場所どこですか。これは、多分このゴミがあるから。この中でも分かって、ここは中でね、問題はちょっとこのこれがなんかわからないですよね。なんかいや、でも望遠で撮ってるから。いやいや、いやいや、まあ心霊写真ということで。わかんないですね。はい、以上です。はい、これが一兵衛さん、アメリカにやはり25年ぐらいいたのかな。それこそ、船で毎晩パーティーでアメリカに行ったらしいです。それでもう英語のジャンパーとかね、その発音ですげえ言われたり、もういろいろこの人には世話になりまして、河合君今日はこれで飯食べようって言われて、500円札あれが、いや当時300円ぐらいは夕飯で食べられたかな。それ500円ぐらいお金もらってお小遣いで、まあ、食べた記憶はありますけど、まあおしゃれな人で、パンアメリカンの社長とかロータリーのお友達で、今度うちの大会やるんで、チケットを出せと、そういう感じで、まあシンガーの大会で優勝したのが最初のハワイですね。以上です。はい、ちょっと余談なんですけど、北鎌倉だったんだよね、家が。はい、お家はね。で、それでもともと米沢プラスティックっていう、その日清製粉の小鮭の粉の袋を作ってた、小麦粉の袋を作ってたそうで、米沢プラスティックっていうので、アメリカのその商工会議所に、この日本でこういう仕事をしてるって出してたらしいんですよ。そしたらそこへタックカラハラが米沢プラスティックって聞いて、なんかそんなこと作れんじゃないかって言って手紙を出したそうです。これは鴨川、鴨川
一人もいない7年いや日本の50年前ぐらいなんてこんなもんだったっていうことですよ。中村さんっぽくないですかね。あの一番右の。あ、俺そういう見方があるんだな。俺全然見てないからな。そんなお姉さんの中村さんっぽいね。俺は見えない。これはちょっと中村さんこういう女の子がいるとこすぐ近づいてくる。あ、ありましたね。聞いてるかな。トランクスがね、ちょっとあね、中村さんあれ好きだよね。あ、中村さんだね、あのトランクスは。やっぱり。あ、中村さん。それであの目のところちょっとこういう風になってる。やばいんで。やばいんで。関係ないからね。写真のせいで。ありがとうございます。でも出川さん、今こういう格好で多分やってまいりたいね、女の人はね。本当ですよね。ね、スタシックでいいよ。いや、いいじゃん。本当に。かっこいいと思うよ、これでハングテンなんかピーってやっちゃったらさ。本当にもうアメリカにギジェットってあったけどさ、いたけど、うん、あ、そんな感じでブランドがちょっとわかんないですね。ハンスギジェットってみんなご存知ですか？映画のサーフィンの映画で女の子が主人公で、まだ高校生くらいの女の子かな。で、いろんなことやりながらあのビーチに遊びに来てやってくるってシリーズがあって、悪い男にしたかったり、いろいろとあったシリーズでやってたり、ね、かっこよかった。お願いします。まあ、これはちょっとあのパブリカだね、パブリカと思うでしょ。違う。これさ、使えないんだよ。え？使えない。マジ？じゃあお前さんの？誰？使えないよ、お前さんの使い方。そうだっけ、うん。これアップがあるんですけど、だってあれじゃない、バックミラーこれスカジーじゃないですか。あ、本当だ。パブリカじゃないっすよ。で、まあこうやってあのなんだかわかんないスキーキャリアとか称して売ってたんだけど、これ折れちゃうんだよね。鴨川の山越えると必ず一本折れてますね。ですよね。フェリー乗って山越えてる間に折れちゃう。あった。あの本当に全部泥道だったんです。これ場所どこなの？これはね、ヘバララソだよ。後ろはね。後ろね、なんとなくね。誰だかわかんないけど、まあ。東京の人たちかな、都内の人たちみんな余裕があって車でおしゃれで、でさすが壊れたくないんで海岸通りずっと走ったことあるよね。今のとこ越えるとキャリアもなくなっちゃうから、とんでもない距離でしょ。今東京湾ぐるっと回って、いやいや、あの南房総フェリー回って、ああなるほどなるほど、海岸道路の方がまだその砂利道でも山よりもひどくないから、長さ越えるのはもう一苦労。河合さんだってスーパーカーブで湘南来たもんね。そういえばね、後ろキャリア、いやその前自転車で来てました河合さんの一輪車すごかった、丈夫だったよ。一輪車に板乗っけてさ、二輪車って二輪車じゃない俺もマネージャー作ったもん、河合さんのマネージャー。じゃあちょっと行きましょうか。あ、これはやっぱりなんでチョイスしたかっていうと、河合さんって本当はグーフィーフッターだったんですよ。で、自分の本ゲレンデが鴨川でレギュラーだったんで、スタンスを変えたって、本当？まあ、だからどっちもできてたよね。いや、確かにアメリカのサンファーマガジンを見ると、うん、レギュラーフッターが多かったですね。あ、そんな時期なの？それもあるのよ。それもあるレギュラーだからね。写真見てやっぱりモノマネ自分のスタイルとかって作るじゃないですか。鏡を見れば逆になるけど、いや動画じゃないんですよ、写真見てイメージしてるんですよ。当時このポーズはどうやって撮ってるんだろうっていうところからそのパフォーマンス考えてるんですよ。そうですね、まあ、そんな長くなるけど面白いよね。それとやっぱりグーフィーフッターのやはり板が重くすぎて、自分が体重50キロしかなくて、やはりこの大きいボードをやはりフロントで乗った、フロントのスタンスで乗った方がやりやすいと。バックサイドはね、この時期のボードはね、バックサイドは結構きつかったですね。まあ赤手のダラダラ波はいいんですけど、勝浦のマニブの波だと、でもそれって面白いのはさ、今の子ってさ、バックハンドでも何でも関係ないじゃん。
乗れるじゃない、バックハンドとか帰ってパフォーマンス面白かったりするじゃない、取れててもな、やっぱりこう丁寧に乗れなかったのかな。丁寧じゃん、あの足首使う時代だったんですよ。あ、そうなってると足首ね、OK です。だからフロントだと足首使えるんでできると思って。あ、そう。と今ボードが小さいから、そんな足首使ったらコントロールでオーバーになっちゃう。だから今基本的に全部かかとで乗ってるから、パフォーマンスはバックサイドも良くなっちゃう。そう、まあそうなんです、はい、やっぱりサーフィンが足首からだから、下からだから空だからさ、下から空で。じゃあ次。お、確かにすごいね。これはちょっと僕も分かんないです、どなたか説明を。これ、タックが来た時でしょ。これ DS 佐藤さんがいるじゃん、メガネかけてる。これ高橋太郎ちゃん、この方分かんない。熊川治、あと、あと片桐さん、この隣が片桐さんでしょ、はい、これ DS の佐藤、タック、中村、菅野さん、菅野さん、あと、ドマイスさんですね、これが西武の。あー、西武のね、はい、あと分からず、あー大倉さんだ、あの一番上の大きい人。あ、大倉智美の本当孫に近い。で、タックがシェイプに来てですね、タックモデルができたんだ。あ、西武デパートがすごい一生懸命、はい、商売しようとしたわけですよね、この時からね、はい、まあそれのウェルカムパーティーだそうです。僕はちょっとこれは生まれてなかったのかな。そんなことガキは来るな。ガキは来るな。ガキだ。ガキだ。未成年だから、女の子が暴れてこられたら困るから。あれなんか左の端なんか飲めないわけですよね。まだ未成年だよ。じゃあもう次行きましょう。はい。これは突然また知らんなこれ。これタタトです。タタトだ。これタタトだ。今タタトなんか立っちゃってるじゃないですか、これ。はいはいはい。ホテルジャパンだっけ。トータル。これちゃんとほらあの。クラブごとにプラカードがあって、そこにボード置いてるんだよね。フェローとか書いてある。本当に釜井さん優勝でしょ、小川さん。いやー、どっちの方だったっけ。いや、俺これでこけたの。俺も多分これこけたと思う。なんか波が急にちっちゃくなっちゃって、なんかひょって崩れる波で、なんかこの時ドジは誰抜いたんですか。もう自分のフォームの削った自分でいた。はい、バボは何、マリブ。マリブだったと思うんだ。お金なくて買えなかったから、人の板で俺は全日本チャンピオンになっちゃったから。チビタでしょ。あ、チビタ、じゃあチビタ。糸板でしょ。あ、言ってたよ、チビタは。あ、マジで捉えたって。その時僕はもうマリブの社員でした、ね、だったよね。そう、優雅いつも新しい板持ってくる。一人だけ優雅だった、ピカピカしたやつを。で、ここに神さんも確かいい写真ありますよ。今日はやめました、やっぱり。うん、マリコさんの問題が起きるかなと。いや全然問題は。あ、いい、もう、はい、でもマリコさん持ってる。あるある。いや映してよ、見たことないよこれ。今日はないよ。あ、そうかそうか。マジいかなと思った。いや、いい、全然構わないの。バラしちゃって。全然大丈夫。事実だよ。歴史なんでこれ。浮気した話の写真が出てくるんだろ。もう一回出ました。じゃあ次は、じゃあそういう感じ、はいはい、じゃあお願いします。タイトーだ。タイトーですね。あ、逃げた。これドルミのユニフォーム、かわいさん。なんだろう。これタイトーの大会。タイトーだね。吉田さんってみんな知ってますって。吉田さんがまだガキっぽく見えるもんね。吉田さんいるじゃん。前、前列、左から。俺が吉田さんいくつって年のこと話すると、おめえそれは一個なしだべってよっていつも怒られるんだよ。年の話聞くと怒んだけど、いい年でしょ。いや、もう80近い。78ぐらい、うん、はい。あ、これは態度もこの堤防全部変わっちゃいましたからね。見せたかったのは、今これはもう堤防で漁港になっちゃってるよね。これ一番右の端誰だったっけ。大谷さんでしょ、あれ。その左の正雄だから。正雄だね、正雄だね、正雄だね、正雄。右の方ね、右の人、まあ、一番右、うん。まあ、ちょっと上向いてるんじゃない。これなんか来るわけよ。あと、オバナもいるじゃないですか。オバナ。あ、ほんとだ。高知か。高知って今。あ、そんな感じで。こういうあの、派手なストライクの流行りだった。やつが流行りだった、このね。
これ作ったのかな、大谷さんたちが作ったじゃないですか。ターニーサーフクラブ、ね、タイトーサーフィンクラブ、タイトーですね。そんな時代ですね。はい、2問次お願いします。いい女だ、これはいい女だから乗せてきたの。誰の女だったの、これ。魔法、これじゃないよ。タイプじゃない、タイプが違う、タイプが違う、タイプ違う。魔法だとすぐ分かるもん。演歌じゃないんだ。演歌じゃないじゃん、モダンすぎる。ちょっとやっぱりぽっちゃり系だよね。あ、俺はね、あんまりヘビ女嫌いだよ、小川さんみたいな。小川さんヘビ女好きだって言わせるの。俺はもうちょっと、太ってないとダメだよ。あんたそのヘビ女っていう。どうぞ、次どうぞ。はい、次。これが、タタゾウだね。タタゾウですね。結構タタゾウでやったんだね。やったんだよ、だからさ。最初に俺たちほら、テッド姉がさんの時、スクール日刊なんだろう。そうそう。あの時面白かったな。とんでもないことしてたよ。あの裏全部米軍の接収してたエリアだよね。あ、そう。あの米軍があの全部持ってた別荘。今山とかでしょ、その目の前。反対側。その前はこの右の方。あ、そう。山の上。米軍落ちたの。ここはだから軍属のもともと。それで外人さんが多かったの。そう。なかなか。それとさ、もう一つここで俺言いたいのはやっぱりこうやってキャンプしてたんだよね。キャンプ場だったんだよ。いや全部の会員はキャンプできましたから、白浜も。そうだよね、そうだよね、そう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 。っていうか民宿がまだなかったんですよ。だから宿泊施設は旅館かキャンプしかなかった、うん、なるほど。でだとともりだって旅館に泊まる金ないからさ。そうだよね、飯盒水産してましたよ。飯盒水産ね。そういうことはコカ・コーラの瓶を拾ってということは、カツ丼じゃなくてカツライスがほらおかわり自由のなんか有名なとこあるじゃないですか、下谷。あ、下谷にあった。あったあったあった、はい、あった。そこであのオッチってやつが12杯ぐらい、マイク柳田が6杯食ってたんです、うん、だそれなんか7杯食ってた。あ、もう俺なんかでも2杯3杯ぐらい食えたんだけど、カツ丼でこれいたよ。カツ一切れでマイク柳田ってきた、半分で1年食っちゃった。マジかよみたいな感じで。いや、思い出しました。あんま死んじゃったよ。俺も知ったけど、7杯は無理ですよ。違いない。マイクやらないけど対抗したってやった。まあそんな、タタドです。タタドですね。よかったです。のんびりしてました。どうぞ。これは俺。これはね、どこかな。7時じゃないの。違う。違う。これヘバラじゃないかな。ヘバラか。ああ。あ、そうだね。でヘバラの大会はもともと勝浦の大会だったじゃないですか。で波なくて。これは長沼から譲ってもらったハンセンの板で、和人と、まあ、こんな。これはもう麻婆ロイヤルの。出た。もうこの何なの。左手上げるの流行ってたの。この言葉じゃないとダメだって言ってたよね。俺はこうだからさ、こうだからさってやってる。小川さんがさ、カンペンカット、カンペンカット俺のことバカにすんだよ。ああ言ってた。カンペンカットとかしてた。カンペンみたいな感じだったね。でも、あとね、でも手が綺麗だよ。これはね、ちょっと板短くなってるな。そうだね。ね。七里ヶ浜。なんかすごいB ボトムみたいなのが出てきた頃の感じだね。それドジの手じゃなかったっけ。あ、もうその頃かな。ドジかもしれない。ドジシェープ。あ、ドジシェープ。やっぱりシェーパーとしてはさ、俺なんか勝てないからドジが、ドジが速かったから、ノリが作ったから。湘南はね、僕なんかは俺もそうだけど、ドジのやっぱりシェープってすごい良くて。ありがとうございます。いや、本当だよ。俺何本も優勝したよ、ドジ。言わないだろ、ドジルちゃんってのさ。え、レガーさん、ドジルちゃんのって言わない、俺知らなかった。嘘だよ。俺本当だ、この間聞いただけだ。そんなことどうでもいい。大事なことだ。大事なことだからさ、皆さんに聞いてもらってさ。だからね、もっと家にあるんだよ。もうちょっと金くれりゃよって言ったんだけどさ。それ、テントの板でしょ。いや、俺だから、そのレーベルとは関係なく、ドジを俺追っかけてたから、ドジの追っかけだから。だからドジがどっかへすぐ行っちゃうわけよ。またどうしてもさ、しょうがないからついていくわ。この親父が気に入らなくてもドジの言いたがよかった。
あ、そう。そういうところはありましたな。で、俺、麻婆の68年度。じゃないこれ。もう、7時じゃないこれ。もっと短いの。これ違うか、20ぐらい。だから、71、2年ですよ。あ、もう。うん、これ、七里ヶ浜でしょ。だって、ほら、72年で3000人行った頃には、もう完全ショートになってる。そうだね。だから、71年ぐらいの間ですよ。だから面白いのは66年から68年って長そうですごい短かったんだね。いやいや68年はまだどうも。で短くなってきたじゃん。69年になり合う。俺2メートル40ぐらいだったと思う。それでまたまたまたって、うん、もうなってきたよね。まあその辺は。68年はあのワールドカッププレゼントでやってた時も全部6号で。ああそうなの、うん。だからそこの2年で。で、僕が70年行った時にはもう完全にみんな短かった。もう6以下になってたからね、うん、あれがもう劇的な時だったんですよ。この頃河合さんはマイクでやって自分でもうシェイプしたんでしょ。いや、自分まだだったんだよね。だってあなたのマイクに短いタンクが、なんで板が短くなったの、え、材料をケチったわけじゃない。いや、だって普通に今の進化論的に言えば道具は、まあ、同じ道具を使ってたとして同じ人間が乗ってたら能力が高くなったら大きい方でいますよ。だから小さくなってたって。でどん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 結局小さくしてってみたらやっぱり適度な大きさがあったりから幅を広めたりピンが真ん中にあったものを両側に2つのボードって考え方でツインしたりまた真ん中につけてトラインにしたり。そうハワイに持っていくと一回今まで自分が乗せた板が小さいかっていうのが波に合わないかっていうのが分かるんです。ハワイ行ってもう一回作り直したじゃない。僕は別格だったね。だからあ今年はこんなんだろうなと思ってた。違うわ、もうみんな違うの乗ってるわって言って全なところのシェイプを変えて大変だったよね。ね、まあそんなんでまたものすごい変化の激しかったと思うんですね。これは七里ヶ浜。ああ、リーボードもすごいやつ。あのアーニーなんかはみっちゃんが作ってた。バックタリシップだって。これカットバック難してるさ、リーボードもね大変だったこれ。マホやったことあるの？やったことあるの？マホたまま。もうでないか。いやあのみんなこれ乗ったけどやっぱりよくないな。乗れなかった。カットバックしたらグラ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 しちゃって。下すぎ。あれだとターンの時に使える揚力がもうなくなってスライドしちゃうんですよ。だから長い日にどんどん長くしてみたけどダメで結局 D がまたフラットに戻ってる。あ、そんなんで、ね、思い出の何者ですよ。思い出あるね。いや今悲しいのはやっぱりギャラリーが減っちゃったよね。これ今も全然来なくなっちゃったね。そんなことないのかな。世界はちゃんとしてるの。いや、僕世界的にもうこれからプロが増えなくなる時代がもうすぐ来ますよ。ガチョだってシェイプだって売れなくなるの。今本当危機感感じてるのはもう一回最初に出た鴨川みたいに一つの波にもう一回10人20人で乗れる場所があっていいのにみんな偉そうでみんなトップに出てっちゃって俺はすげえんだすげえんだって本当にすげえのかよって言ったらすごくないやつがすげえポーズ取ってるっていう変な世界になってて一般の人が参加できなくなって、で、親がやってないとできない環境だから、これからどん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 レベルしていっちゃうって考えて、今、非常に期間を感じて、いろんなこと始めました。じゃあ、なんか、逆行した方が新しいかもしれない。だから、1970、バックと1970、70年に戻った時に、あの、ロングボードからショートに変わった時期、ウィンドサーフィンが出てきて、で、スケートボードも結局ショートになったんで、こうフラットなところ滑ってたんじゃ面白くないからってランページができて、でランページができたことをやってるんじゃあ雪山でランページやろうってスノーボードがそういうラディカルになって、でハンググライダーもできて、でそんなこと言ってるうちにボードが小さくなりすぎたら乗れねえじゃねえかよってサップが出てきた。それが今までのこの流れで、今度僕今ねサーフィンとウィンドとサップを同時に教えちゃうコントプログラムを始めます。理由は単純なんです。あの小学生にプールでメソッドで教えると全員がプールに立てます。ということはそのやり方をすればサーフィンができればその上でバランスを取ればパドルが持てて、バランス取ればセールが持てるっていう
まあ、ちょっとちょっと同時さん長いんで、またここで終わります。ブースの方でまた見て、よく聞いてください。で、なぜかというと、このこういう写真の中に全部ヒントがあるわけ。これだけ言ってきたよ。この頃やってたことっていうのはすごく原点的に、サーフィンに大事な波に乗るっていうだけを楽しんでた時代が、今はそれは飛ばなきゃいけないって子供が思っちゃうわけですよ。いきなりコマーシャルでサーフィン見せられたら、みんなあんなことやるの？子供聞くわけ。いや、ただ波に乗れば楽しんだよってことを伝える人がいなさすぎるんですよ。これは悪いけど、ショップとか業界の人のただコメントだけをみんなが聞いてるだけで、ジェネラルに楽しんでる人の社会をもっと気をつけたい。オッケー。最後は一つ一つ、俺のこれ今思い出があるのはすぐ終わるから、あそこにさ、ズボンとか置いてったじゃん、左側のところに通り抜いて、それがすごくいいの。さっき見て、あの辺にみんなね、着るもの置いていったじゃない、パンツとか着るもの置いて、いらない、左側のところに、どこに小川さん上に置いてたよね、その下あたりに俺置いたの、置っかなくて小川さんの上には置けなかったからさ、で、ほら、そんで西のみっちゃんがほらそこに置いてあってさ、なんか序列がありましたよね。出川さんがどう言ってたじゃんよ。今もう何もそういうのなくなっちゃったけど、まあ顔が分かってる人たちがまだやってた時代なのかもしれない。もう今はそれはないからしょうがないけど、今度みんなこう名前をつけてもらうといいね。何？海入るとき年齢とかさ、キャリアとかさ。くだらないんで次行きましょう。はい、これは俺です。なんだか知らないけど、ハーバーの T シャツ着てんだよね。意味なくかっこよかったな。もうなかったからさ。髪の毛がいいよ、かっこいいよ、出川さん。そう。ああ、いいよ、最高だよ、この髪の毛。あの頃のサーファーみんなこっからわけですね。誰がバイク金銭とかあの辺の頃か。あ、そうだね。こう横分け。これどちらかかっこいい。めっちゃ流れますね。なんか青空してるね、なんか負けちゃった時だから。ああ、サングラスしてんの俺。そうだね、そうだ、かわいかったよ。かわいいね。これ金もだよ、わかる。あ、金も安部だ、安部だね。まあ、だから出川さん、いつもいいね、かっこいいね。金の隣、あれマリコさんじゃないよ。え、一番左の女。違うね、せっちゃん。せっちゃん、せっちゃんだね。せっちゃん、せっちゃん、せっちゃん、せっちゃん。いましたね。お願いします、はい、これはちょうど七里ヶ浜ですね。で、まあ、これも象徴的なのは、あそこに今プリンスホテルが今だったらあるんですけど、まだない頃ゴルフ場だった、ゴルフ場打ちっぱなしのね、うん、でその下がプールだったんだよね。で、まあちょっと、まあ俺もこの辺にいるんだけど、海がやっぱりすごい水が多くなったね。今はこの場所砂ないもんね。ない。全部砂持ってかれちゃいました、台風。だからちょっとその辺もまたみんなで。寂しいよね、あそこ。寂しい。瓦礫の上歩いて海に入る感じで、本当に。まあ、あとは、ああやってみんな、なんかギャラリーもすごい楽しかったかな、パリ。っていうか、映像がなかった時代だったらいいんですよ。見ることが楽しめる。ああ。今だから、下手なことオリンピックもそうだけど、波が悪かったら、みんな普通の映像を見てる方が楽しくなっちゃったら、なんだこれ変なの見なくなっちゃうよ、すっげえつまんない世界になってて、何十万回っていい動画を見てる人がいても、リアルなものを見る人って感覚もなくなってるのがすげえ寂しいね。まあしょうがないね、それはね。でもそんな想像しなくなっちゃうからね。想像しないから、だからリアルでなんでサーフィンがこう競争したりするのが楽しいかっていうのを、あの映像でやられちゃったら面白くなかなくなっちゃうから、ね、でそれは DJ がいないんで、ちゃんと採用してない。あ、そうか。あまり俺もだから、いやいいチューブでした、この間ちょっと誰が見たか分かる、 BS 見てるって。それは解説じゃない、なんか難しいなと思って。なんかあると思うよね、解説ってね。俺なんかそう、やっぱりちょっと理論っていうのをちゃんと整理したい人と思って。まあそんな68年の鎌倉でした。鎌倉かな。あ、マーリーブルーですね、これ。あ、この時のこのパブリカの印象がすごい強くて、これ誰の国か知ってる？そう、中村さん。あ、そう、あの三角は、あれはマーリーブのクラブが作ったの。米沢プラスは一部さんの米沢プラスはお金払う。
勝手に建てちゃったんだよね。いや、勝手に。一応、水道課の島村さんが、許可取って、まあ、やって、なんとなく。で、今度、道路ができるから、これ、撤去しなきゃいけない。ああ、こう削った時にね。だ台湾で唯一、その、サーファーが作られた小屋の一つです。こっちからの写真は初めて見たね。あ、大体僕はさ、ワニブも分かってきて、俺がもっと草むらっていうか、ここにボードを隠してくれて、の抜きをするんだったらここにあるから、買っていいよって、僕は一人でここで板を取って、サーフィン。そう、電車で来たってこと？電車で来た。で、ここを誰が最初に入ったの？スタートした。サッカーはさ、タッカーが見つけてやった。でもエンドレス様はブルース・ブラウン の映画にも出てくるよね、マリックが。乗ってはいないよね。乗ってる。乗ってる？あれ知らない？あれマリックだったの？マリック。あれはエンドレス様じゃな、アウトテイクじゃなくて、そのものに乗ってたじゃん。マリック。サーフマガジンには出てたよね。お金かな。映像を見て、やっぱり。あ、そう。あ、マリックだな。申し訳ございません。そこね、見劣ってました。いや、ここは、やっぱり、当時向こうから回ってきたんで、で、最初に僕も外人の、6人ぐらいで来て、初めてここを知った。その時に、川原が、10フィートぐらいのロングボードで、アップスンダウンしたんですね。で、あれは、ジャパニーズボーイか、みたいな、僕に言われたんですけど、いや、まあ、見たことないなと。で、彼が上がってきたら、もう、ほぼ、見て、で、英語に喋ってました。っていう感じの最後で。え、それは、米村さんの来てから、もちろん、向こうでね。これはまたちょっと戻って、鎌倉ですね。ですね。68年。これなんか、車と駐車場なんだけど、一番奥のコロナで、スバルサンバーで、そんな感じですよね。ブルバルブワルお尻が下がってるやつね。ロジがよく貸してくれたんだ、サンバーを。360。いや、乗ってない。2台潰してんだ、あれ。360で飛ばすから、うん、エンジンが焼きついちゃってさ、ピストン穴開いちゃったな。そう、そうだ。だって、それ、茅ヶ崎からテントまで、このサンバーで、セーフシに通ってたんですよ。いや、俺らもだから、あれは東京回って行ってるか。大変なことだったよね。いや、大変だけど、そいつらは面白い。カーナビもないしね。まあ、道っぽかった。いや、でも大変だったら分かんなかったもん。今だからさ、言えるけど、結構、ほら、サーフィン終わった後、ビールなんか飲んで、乗ってたじゃないですか。今はしないよ、今はしないよ、もう。車の半分全部スクラッチがあっても気がつかなかった。まあ、行きましょう。はい。え？あ、これ、スケボーがもう僕らやってたと思って。これ、手腹も？ダメですか？手腹。これ、大山さんが撮ってたよ。大山さん。あれ、ホビーかな？ホビーの。ホビーか。ああ、ね。セーボンも来たね。ね。まあ、そんなんで。はい、スケボーもやってましたということで。この頃はこれしかやってなかったの。こうやってな、ね。だから、それをもう一回スケートボードでも教えてあげたい。今のスケートボードはサーフィンじゃないから。サーフィンから始まったスケートボードってのは、もう今日はこういうことをちゃんと、まあ、子供たちがこれやると、すごいスピードが出るんで、あの、サーフィン楽しんで。じゃあ、ブルースでお願いします、サーフィン。これ入ってんの？終わり写真。あ、始まってる。あ、本当、よかった。まだまだ写真があったんですけど、まあ、意外とこうやってみんなで話してて、まあ、初めて見る人にとっては、なんじゃこら、何言ってんだ、おっさんたちだと思うかもしれないけど、まあ、僕らはこうやって、なんだろう、なかなか情報も物もない中で、それなりになんかサーフィンってかっこいいな、みたいな楽しんでます。まあ、映像も少ないっていうのはいいよね。
てるから選べる。いやもう今年の写真100枚あ10枚選べたらわけわかんないし。わかんない。でどれも良さそうでどれもなんか切り取ってはいないんで流れちゃってる写真ばっかり。だからもうスマホで撮ったらいろんな人の写真撮ってみてもそんなに印象のある写真は一個もなくて。でもやっぱりっていうかいいかなと思うと枝がどんどん出ちゃって最後自分があれと思った時どこにいるんだろうみたいな。一個の写真ですごいいろんなことをもう一回思い出させてくれる写真というのはやっぱりだそれがいいだと思います。それがまたおしゃれな写真なのかもしれない。それでファッションもいいよ、こっちの方が。今見たら小汚いな。だから結局、ね、あれなら今もうかっこいいじゃないの。え？もう一つやっぱりかっこよさが、今のこれ姿勢がいいね、みたいな。ああ、そうだね。足長くないか。いや、だから綺麗な姿勢してると足長く見えますよ。まあ、そういう絵を撮るんだろうけどね、俺は。まあ、悪いとこじゃ撮らないから。今日はもう本当に20、30点選んで本当は30選んで1個4分ぐらいのトークにしようかなと思ったんだけど意外と早く済んじゃったんで、まあ、今日はこのくらいで終わりたいと思います。本当にこういう中いろいろありがとうございました。また何か機会あったらどっかでやりたいと思うんで麻婆にガンガン言っといてください。どうせあれでしょ大会のなんかやろうよまた。ね、前夜祭の感じで今日麻婆ところでなんでジーパンなんか履いてるお前履くんじ履かなかったけども、うん、一応どうしたの。これもだからあの師匠が、うん、ファッションの師匠が、うん、ねアメリカの、うん、あれだ履けた、うん、だから ジーンズはドラディッシュなんだっつったからあなるほど初めてじゃない麻婆に。え？俺びっくりした。初めてで生まれて。今日？もう本当無視やね。履いたことないじゃん俺ずっと。ジーパン履いたことない。ないよ。でも俺びっくりしてさ。どっちかってアイビーの方だからさ。あ？こっちアイビーじゃないじゃん。どうしたの？どうしたのっていうかさ。危ないもん。いやいや。悟っちゃった。でき？大丈夫。いや そんなこと言ってるとまた一人かけ二人かけってなっちゃう。まあ、今日はちょっとなかなか来れなかったんだけど、ぜひまたそういう機会で面白くやりましょう。ありがとうございました。皆さん、どう話、あの映像を見ていろいろ感動しましたか。昔の60年前の、ショット、出川さん、ドジー坂さん、河合さん、それから小室正則、ミッキー河合さん、やっぱり昔の乗り方、それからサウボートの形、それからファッション、すごく良かったなと僕は思ったけども、皆さんどうですか。あ、どう？来てどう今の話聞いてて、あのトークショー聞いててどうだった。昔の話が聞けて楽しかった。とあと板とかからスタイル水着もちょっと違うでしょ今では。でやっぱりこう乗り方も違うから今と比べてどう思った。いい勉強になった、はい、例えばどういう勉強になった。昔のスタイルを今学べるという、で一番はやっぱり俺たちの青春じゃない、はい、あれはその青春がすごく出てたでしょ、うん、今はさその青春っていうのはないわけじゃん。上手くなろうと思ってポン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 みんなやってるけども、俺たちは若い頃はああいうなんていうのかな、あの青春を楽しんでサーフィンをやった。で当時大会があったけども今みたいにコト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 やってる大会じゃないから、スーッとターンしてノーズラインに来てカットバック来てそれでプラス、それで1番2番決めてたのね。その辺はどう思った。写真見てスライド、ね、今のスタイルとやっぱちょっと違うなっていうところ。それでやっぱり俺の乗り方、ドジ伊佐賀の乗り方、はい、から河合美希夫、出川美希夫、みんなそれぞれスタイルがあったでしょ、はい、今スタイルがないじゃん、みんな一緒じゃん。そうでしょ、シングルフィンがね乗っててもやっぱりさ、もうタ
あの人はすごいイノシシみたいにポッと前行っちゃうでしょ。もっとエレガンスピヨッとさボトム使って レールのこう切り替えを使ってサーフィンが今してないじゃん、うん、どうあなた、あなたもそうじゃない、ピヨッと行っちゃうんじゃない。はい、まあでも良かったなと思う。ありがとうね、はい、じゃあ今日はありがとう、ありがとうございます。俺に質問、質問でもいいですよ。はい、金井しつめさんが、はい、はじめまして。はじめまして。もうサーフィン界のレジェンド、マーボさん。サーフィン、ずっとやってきて、良かったことは何ですか？やっぱり、生きれたってことが一番いいね、サーフィン。生きれた、この72歳まで。それに、青春、思い出、湘南、いろいろこう、背負って生きてきて、で、大会、プロ。ね、シェイプ、お店、やっぱりね、そういうことをやってきて、自分が今、さっきもトークショーやったけども、皆さんに聞いてもらえる、やっぱりそれが俺の財産であって、一番はやっぱりサーフィンができて、健康を守って、自由と相手にしてるのが一番いいよね、ね俺はね、うん。あなたもそう思うでしょ？はい、私も個人で、エッセンススポーツという会社で、サーフボードを扱ったり。まあ、自分も大会プロをやって大会もやってサップもやって、今こうやってこのインタースタイル会場にも出店をしてこのサーフィン業界で生きてきてるんですけど、やっぱこれをずっと続けたいですよ ね続けたいね、はい、君はでも死ぬまでうまそうだね、バネがあるでこうやってやるとすごいよ、ね、ピッとすごい死ぬまで、まあ、こういうスタイルで生き続けたいなと、やろうよ、だから俺もね秘訣を、うん、秘訣を聞きたい。いやだからそれはやっぱり常に練習、そうです、ね、自分にやっぱりこうなんとか自分を見つめて、で厳しく自分に、そうです、ね、誰だって寒いと入りたくない、うん、でも入ってで体を鍛えてでサーフィンをやって、うん、サーフィンのこの難しいライン難易度のところを滑っていく、はい、ロングだったらあなたたちはパックリンチを使うかもしれないけど、俺たちはハングテンかけたりしてさポーズ取ったりしなくちゃいけないみたいな、はいはい、それのやっぱりさ訓練だからストレッチから、うん、今水泳もやってるし、うん、次のうちの半分やってる水泳、そうです ね水泳はこのもうでもそれは自分のためだし、うん、おじいさんおばあさん抜かしてバンバンやってますよ、うん、健康のためにもね、そうだね、はい、トレーニング、私もヨガをやってるんですよ、毎日1時間、はい、それはやっぱり1時間やってるの、肩を壊したりとか、腰を痛めたり、膝を痛めたりして、体がやっぱりだんだん老化現象とともに衰えていくので、それを維持して、サーフィンを楽しむために、今はヨガを頑張ってます。お互いだから頑張ろう、そうです ね俺も松葉杖持ってさやるぐらいまで頑張るから、はい、そうですね、あなたも頑張って、その先駆けとしても本当にいつまでも元気でサーフィン楽しんでありがとうね、見せてください、ありがとう、お会いできて、どうもありがとうございました、ありがとうございました。そうふうになってる、うん、そうだな、うん、思います。まあでもねいい話ができてね、大成功だったと思う。だからまあこれからも皆さんまた YouTube を見てくださいね、お願いしますね。アロハ。